私は、タインスファン通り、タインファン地区、すみません、タインファン地区になります。グエンチャイ通り。はい、もうグエンチャイ通りってこの通り見ればわかりますけど、タインスファン地区のもう目抜き通りですね。はい、まさに目抜き通り。上に見るのが、これ、中国の ODA でね、今メトロを作ってます。はい、これはまあベトナムで一番早くメトロとして、ハノイでね、一番早く稼働するであろうと言われている。まあ、向こうももう駅も作ってますね、駅舎もね。はい、もうすぐなんですけど、まあまあ何せ、始動がなかなか始まらないというか、はい、でそこで交差しているところがね、それがバンダイスリー、要はハノイの外周道路ですので、ここから外周道路に出るのがもうすぐですね。はい、どこにでも行けるっていうかね、めちゃくちゃ便利なエリアですね。はい、このタインファン通りの目抜き通りであるグエンチャイ通りとハノイの外周道路の、はい、バンダイスリーですね。はい、その通りの交差点がすぐそこに見えるそこなんですよね。大きな、大交差点、そこからちょっと行ったところにね、ずーっとこの辺がタインスワンの、まあ、マーケットというかね、はい、ずーっとこの店がこう左右に立ち並んでるんですよね、この辺が。で今日ご紹介するのはこの、タインスワン地区の目抜き通りである、ウェンチャイ通り、ウェンチャイ通り沿いにある、もともとはバイクのお店、はい、バイクを売っていたお店のショールームですかね、ショールーム兼、事務所兼、まあ販売店、店舗ですね。はい、あのデスパというね、イタリアの有名な、バイクをここで販売していたそうです。で、ベトナムの会社でね、ピアジョン、ピアジョンっていう名前が見えるかな。はい、ピアジョン、ピアジョン、ピアジョン、はい、これもまあベトナムでは有名なバイクのお店みたいですね。はい、そのお店がここ、やっぱり交通の要所なので、はい、ここに店を構えて、まあ、やっていたみたいですね。どういう理由でここを離れたかは分かりません。はい、さらにもっと広い、物件ということで出ていったのかもしれませんけど、はい、こういう、まあまあ歩道があって、で道があるというところなんですよね。はい、ここの、物件を今からご紹介します、ね。はい、ちょっと待ってくださいね。どうぞ。はい、これね、ちょっと段があって上に3段4段ぐらい上がって、で店舗、はい、このねシャッターが閉まってるこの橋ですね。この橋からもう向こうまでずっとです。まあ、向こうでちょっと L 字型にくびれてるんで、ここではなくて、もうちょっとこの辺かな、はい、本当はこの白い壁あたりまでが間口なんですね。間口が 15.6m、 15.6m、 ちょっと中入ってきますね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、なんか柱がニョキニョキと多いのが聞いてありますけど、はい、こんな感じで、真ん中でこうね、ガラスで区切ってて、向こう側が何かこう見えると思うんですけど、これがね、バイクの整備場だから、このガラスのこちら側で、バイクを陳列してベスパを売ってたんですよね。で反対側、ここは買ったお客様のユーザーサポート、要はまあオーバーオールって言いますかね、はい、持ってきて故障した部分を修理してあげたり、メンテナンスをするっていうエリアで分けてやってたと。ピアジオね、ピアジオっていうベトナムの有名な、はい、バイク屋さんですね。はい、ホンダ あのバイクなんかも売ったりしますし、イタリア、こういう舶来物のバイクを売ったりもすると、こういう物件です。はい、こういう物件、こちら側が、まあ、ちょっと電気が切れてるんでね、申し訳ないんですが、ここは整備場、ここからバイクで入ってきていただいて、ここで整備をすると、ね、いろんな細かい、まあ、お手洗いとかもね、まあ、ちょっと今は古くなってて、ちょっと内装改装しなきゃいけませんが、はい、こういうエリアとここで販売っていうところですね。何せこの通りがですね、ウェンチャイ通りですから、もう目抜き通りです。間違いなく目抜き通り、目立ちますね、非常に目立つ。ちょっとここのね、くびれは何なのかなと思うんですけど、これはね、ちょっと壊すことはできません。これ梁なんで、はい、こちらがなんかちょっとちっちゃなね、スペースがありますが、もうほぼほぼもうここは
壁だと思ってください。はい、ここ壁ですね。だからちょっとねこの部分だけが面積そがれてしまうんですけど、はい、もう一度言いますね。間口が 15.6 メートル、奥行きそのガラスの扉のあたりから一番奥までが18メートルですね。ということは、この正方形長方形のこのくびれ部分の面積を聞くとだいたい270平米ぐらい、はい、天井もこのコンクリートの一番てっぺんまでは、ね、床から4メートルぐらいですね、はい、で上はまあ1メートルぐらい下げてこうあの天井作ってるので、まあ、実質このここの天井から床までは3メートルっていう感じでしょうかね。はい、な感じですね。金額とかはね後でホームページに載せますので、まあ、参考にしてください。まずこういう物件があると、はい、タイムスワン通りですよね。はい、ベトナムのハノイのミーディンエリアをずわーっとこう南北に突っ切ってる外周道路、そこと、タイムスワンエリア、その道を挟んで鉱材地区からタイムスワン地区になるんですけども、なったばっかりのこのタイムスワンエリア、はい、そのタイムスワン地区の目抜き通りね、ウェンチャイ通りの交差点からすぐのところにある、もともとバイクの販売店であった物件ですね。はい、どうでしょうか。はい、これを見てピンときますかね。まあバイクを売るというケースでもいいし、何かをここで並べて売ると、はい、この壁も取っ払って全部もう一面全部丸々にして、はい、それで、ここで何かを並べて売るということでも OK ですかね。はい、どういうショールーム兼店舗物件にすればいいのか、皆さんの今検討されている、はい、職種職業とかね仕事内容ピンとくる方がいれば、あのハノイリビングまでお問い合わせをしてください。はい、場所的にはねなかなかいい物件ですね。はい、なかなかもうめちゃくちゃ目立ってます。いい物件だと思います。はい、まあ、内覧とご希望であればね、いち早くハノイリビングにお問い合わせをしてください。以上で報告されました。これね、看板ありますね。この看板もちろんこれ使えます、ね。で、ここもともとハプロマートっていうね、まあ、これスーパー、一連のスーパーなんですよ。その中の一角なんですよ。だから、ハプロフードっていうこの上の一番上にあるオレンジ色の看板、これは外すことはできません。なんで、ここをやる場合は、この上のね、看板、これずっともっと上に上げて、このハプロマートって書いてあるオレンジ色の看板まで伸ばすことはできます。はい、これを全部突っ切るのはできませんね。ハプロマートフードのオレンジ色の看板の手前まで、この看板をね、掲げて、大きく広告塔として使うことができると思いますね。